はい、ドラゴンクエスト 11S 実況プレイのパート46ですね。前回に引き続き、集めていきましょう。小さなメダル。がっつりいくぜ。早速、こっちのモードだと、宝箱が、あれ、どこだっけな。あれ、出られない。どれかがメダルだったような。いいかな。トレバック回収できるところだけ回収しに行って残り30枚一気に集めてしまいましょう。あとどこだっけ。あれ、どっかに。あったあった。はい、次。今回は早いよペース。
いや、いいね。初めてじゃないんだけどな。キラピはもういいや。金にはなるだろうけど。ここでも同じように拾えんのかな。あれ、宝箱どこ行った？宝箱どこ行った？マジで。ん？どこにいたの？あ、よかったー。はい、20、あと15枚、出れるかな。パッと出れる。まあつっても残りあれか、道中で拾えるか。じゃあ不正行為もここまでにしときましょうかね。不正行為であることは認めております。いや、不正じゃない、不正ではないよ。だってそういう仕組みにしたのはね、公式さんですからね。まあよかろう。この辺にしておいてやろう。よっしゃー、満足。じゃ、とりあえず今回は残りの時間を使って、火事でね、装備をちょっと強化していこうかなと思います。
まず武器。これ、クエストで作んないといけないので、一個作っておきましょう。はいはい。うぃー。4連打ちがあった。うん、いいんじゃない？ん？とても良い出来。あれなのにプラス3なの。あんなんでいいんだ。はい。じゃあ次は天使のタクト。これ2つは行きたいな。ちょっといいか。遊んでるうちにちょっと下がったりしないかな。ないか。はい、よかろう。では今のもう一つ。火力を上げて上下打ち。うん、プラス2。で、次は魔眼の杖かな。これ2本いきましょう。手加減しかな。うん、プラス2、OK。いいね、この買って作るっていうの手間がなくて。ほらちょっと過ぎちゃったからな。プラス2か。いいね。よし、次。これロー専用か。じゃ少なくていいや。売ってたんだよね。
売ってるやつは別にそっちで対応すればいいや。これ作ります。4連打ち伸びすぎ。おおおおお、いい感じ。いいんじゃない？プラスにならいいでしょう。これ魅力上がるな。魅力上がるってことはシルビアにつけとこう。じゃあとりあえずユグノアのマント作って、4800! 結構いい額。2倍このタイミングで2倍か、ちょっと怖いな。あ、弱すぎる。微妙。ちょっと立てかけ、ちょっと濁すわ。プラス1だけど、まあしょうがない。いい。じゃあとはこのシルバーメイルを作ろう。魅力31でしょ。これは、あ、上だ。 OK。 すぎる。やっちまった。か、めっちゃいいけどね。間違えた。叩いてしまった。よかった、まあ、プラス1だ。もったいな。ブラッドピックどうしようかな。いいか。うん、回復魔力上がるので制御用にいいんだよな。あと、うん。これ作りたい。
とりあえずいいでしょう。待てよ、あとは。打ち直しをしよう。これ打ち直せるかな？あ、いけるいける。全然いける。どうしよう、そんなに打てない、そんなに打てない。どんな目でだ。威力半減。お、いいんじゃない、いいんじゃない。きた、プラス3。これは強いよ。14個、難易度3、難易度3は多分厳しいな。キラピット5。まあいけるでしょ。微妙に叩きたい。下だけちょんと。 OK。 いいね。一応挑戦してみたいと思えてしまう。いや、叩き切れるか、そもそも。3列ぐらいだと思うんだけど。あ、結構いけるかもしれない。いや、でもこれ長いな。2倍打ちで一気にいった方がいいか。戻るー。あ、これ全然ダメだ。全然叩けない。あ、これ全然ダメだ。だな、無理だな。集中力が足りない。なるほど。でもまあ、宝珠11個とかで作れるものだったら、プラス3狙おうと思えば狙いますね。OK。あ、これだいぶね、装備も強化できたんじゃないでしょうか。いいね。攻撃力も一気に上がったしね。いいな、いいな。攻撃魔力はこっちの方が上だな。1だけ、1の差だけど。
回復魔力も、あ、安らぎのロープの方がちょっと上なんだ。あ、別にいいじゃん。これつけよう。よし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 。じゃあ今回はここまでですかね。次回はまあ、あ、そうだ、バンデルフォン地方行かないとね。そこやってからにしよう。でしょうね。よし。レシピブック「王子と姫の秘密」。パープルオーベ。オッケー。さあ、先ほどのそのね、装備の性能はいかほどか。神の装備としていいな。これ強い。19。作ってみよう。撃つとこ多いな。いい。食べ過ぎた。意外とこれ柔らかい。めっちゃ戻ったし。戻るな。あ、プラさんだ。やった、プラさんできた。いいね。これ耐性持ってんのでかいね。これだと攻撃魔力とか回復魔力も高ければ。女性陣の分作ろう。まあそうだよね。さて性能はいかに。あ、高い、素晴らしい。ああ、いい、とってもいい。守備力40。これが45。
仮にこうしてこうしてたとして、これよりはちょっと高いけど、こっちは耐性っていう魅力があるので、これはちょっと神の分作りたいし、これ魅力も高いじゃん。あ、これシルビアと神の分を作るし、プリンセスローブに関してこれベロニカとセーナの分も作ろう。はい、これちょっとね、さすがでやっておきます。じゃあ、ドラゴンクエスト11S 実況プレイのパート46はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていけるなー。